研究所科学サービスへ。そろそろ未来エースがモデルチェンジするんじゃないかと疑っている伊予明です。未来エースのカラーバリエーションでいつも迷ってでもスカイブルーが好きな矢野です。よろしくお願いします。さあ矢野さん、先ほどの未来エースの歴史に引き続き、はい、今回は一体何のお車紹介でしょうか。今回はですね、こちら第2世代の2022年に発売された新型未来エースをご紹介したいと思います。いやー待ってました。はい、伊予明としてはですね、やはり未来エース外せれない一台になりますので、ぜひこれを矢野ちゃんがおすすめポイントも紹介してくれるって形でですね、はい、これはたまらないですね。ちなみにおすすめポイントとして何箇所ぐらいありますか、外装編で。3つ。お、3つもいただけるんですね。はい、ありがとうございます。じゃあ早速その3ついきましょうか。はい、せーの、ジャンプ。はい、じゃあまず1つ目ですね、気になります、はい、矢野ちゃんの靴が映るようにちゃんと見てください。はい、ありがとうございます。まずは、はい、大体お車ってお顔褒めるじゃないですか、うん、まあまあ褒めますね、はい、でお顔褒めるもちろんそうなんですけど、はい、フロントグレーの高さ、山田も今日は可愛いですね。褒めておいた方がいいんですか。山田ちゃんの靴も可愛いですね、はい、早速行きましょう。山田ちゃんのマスクも可愛いですね。ここで脱落される方がいると思いますので、ね、はい、気をつけましょう、はい、でフロントバンパーなんですけれど、はい、やっぱりこう考えられて作られてるなって、形とマッチをして、確かに、はい、はい、どう考えられてるんですか。エンジンを冷やす役割の中で、やっぱりどれだけ風通しといいのかっていうところと、あの前の作られたものからしてさ、いろんな改良部分が分かってきたんですよ。なるほど。今の外装編はどっちかというと整備士寄りな発言ですね。はい、まあまあいいです、はい。でそうすると、はい、ものすごくこう車にとって熱をとっていかにあの冷ましてあげるかっていう作りとデザインが統一されてるんですよ。そうですね、うん、冷やすだけを考えればそこをもう空っぽにしてしまった方がいいんですけれども、そうそう、そこにデザインを入れてくると、そう、ちゃんとこう冷やしながら、見てください、まるともラジエーターおしゃれに出てますね。いやー、山ちゃん、あのお車紹介でラジエーターが外に出てて初ですよ。ね、お車研究所カードサービスだけですよ。ラジエーターが見えてていいですねって、山ちゃん大丈夫ですかね。でもここまで、はい、あのラジエーターもデザインの一つにしてるんだなって。なるほど、褒めるんですね、そっから。なるほど、そうそう、はい、わかりました。はい、でそれで言って、はい、ヘッドライトですよね。はい、随分から大きく変わった。そうそう、前までのミライスって丸っこい感じの、そうですね、どっちかっていうと丸い感じの、はい、でしたね。優しいイメージから、はい、今回やったるぜっていう。ちなみに矢野ちゃんの個人的な意見ですよね。いや、個人的っていうか、パッと見、はい、攻めに入ってるじゃないですか、顔が。そうですね、前回のから比べればですね、うん、はい、なんかもう攻めにいってます、いろんな意味で、はい、で、やっぱりこのヘッドライトの形一つでも変わるだけで、はい、本当にミライスの進化が分かってきます。確かにそれは分かります、うん、矢野ちゃんが1人になるのと2人になるので大きく違いますので、そう、助かります。、はい、で、そこから安全性能の、そうですね、これは外せれないですね、はい、しっかり2箇所とついてますもんね。これはなかったですね、はい、あんまコンパクトカーって、うん、コナセンサーとか求められないところでもやっぱり、まあ、ちっちゃいからというのもありますけれども、はい、生産的な面でもありますけれども、はい、ちゃんとついてますと。ついてます、これはいいですね、うん、で3つのポイントが、はい、ちょっと高得点だったっていう形ですね、はい、でこのコンパクトカーなんですけど、はい、あの目線的なものは結構セダンタイプの高さ、こういうことですね、はい、はい、なので車高をちょっと低い作りのお車、なるほどなるほど、それでいて、はい、見た目こうコンパクトなんですけど、はい、大人4人男の大柄な人でも乗れる、うん、乗れちゃいますね、乗れちゃいます、はい、ですよね、この見た目から変でやっていく、その、はい、この見た目から、はい、この大きさからしてですね、はい、実は乗っちゃいますよっていう形で、あと後ろのバックスタイルがまたセクシーになりましたよね。矢野さんの感想ですよね、それ。なんか今までは素朴な作りだったじゃないですか。まあまあ、あんな感じですね、はい。で、テスパッと見なんかちょっとセクシーに作られたかなっていう、こう後ろ姿がですね、はい。そしてカメラもついてる。カメラもついてる。そうですね、はい。バックドアのドアハンドルが大きくやっぱり、はい、変わってますよね。そうですね。これ前回のこのカパカパ。ですね、はい、歴代のところで触れなかったですけれども、うん、確かにこういう丸い感じでしたもんね、うん、前はカチャッとこう開けるタイプ、はい、でしたね。それが今なんと、うん、レバーボタンになってるんですよ。いいですね、ここが、これは
なのですごいここがすっきりしてるっていうか、すっきりしてるっていう、本当これがデザインの一部として取り入れられてる感じがしますね、うん、前の時はとりあえずドアハンドルここですよっていう、とりあえずつけましたみたいな感じですけど、うん、これはちゃんとこう絞ってきて、そうそう、シュンとくぼんだところに実はってあります。ああ、うん、いいですねこれは。なので、はい、一つはもうすごいセクシーにそこ一回最終的でやっぱり後ろもちゃんとコーナーセンサーがしっかり、はい、ありますね、2個あります、ね、2個あるってことはこれもやっぱりセクシーで、セクシーですね。なるほど。もうお顔で言うと、はい、女性の涙袋のほくろみたいなね、チャームポイントみたいな感じでも、うん、エクボ的な感じなんですか。ですね。どっちですか、目ですか、口ですか。あ、だったらエクボが可愛いですね。ですよね、うん、多分そっち行くのかなと思ったらまさかの目袋ですね、うん、あ、涙袋の方行っちゃったんで。まあ、こんな形で外観も歴代と変わりながら新しい車の作りがものすごく斬新かつ、はい、そうですね、うん、こっちにカメラがついてるってことですね。そうですね。でも普通考えたら大体ここら辺ですけどね、カメラってイメージは、うん、も結構高いところからで高い角度からこんな感じで見れるってことですよね。そうですね、はい、だから結構視界が良くなるじゃないですか。ああ、そうですね、それはありますね。目線の高さとか、はい、ちょこちょここのロゴなんかもね流れるような、そうですね、前回と大きく変わってくるところですね、うん、はい、でもういいですか、ミラよりもいい ES を強調してる感じですね。はい、ミラがこんなにちっちゃくなっちゃって、うん、このうちこう声がなくなって、そうですね、ミラ ES のミラがなくなっちゃって、ミラがもともとあったんだよっていうのがなくなるかもしれないですね。ああ、でもそれはそれでちょっと寂しくなってきますかね。でもその分進化はしていってるんですもんね。そうですね、やはり、はい、はい、もう外観だけで、はい、飯尾さんの足元には及ばないんですけれども、はい、時代のこの流れを皆さんに感じ取ってほしいんですよ。初代があって2代目があっての、こういういきさつがあったんだよっていうのを組んでもらった上じゃないと外装編語れない、語れないですよ、まあ、今回ですね、大きなところで変化もあったんですけども、はい、やっぱり車の構造上、うん、デザインと統一した作りっていうのが良かったんじゃないかなと私的に、そうですね、うまいことまとめましたね。できました、ありがとうございます、ありがとうございます。ちなみに燃費が 35.2 ですね。いいですねまた走行編で触れておきましょうか、そこら辺は。はい、では今回ですね、ミライースカラーバリエーションも9色といいですね、9色、うん、はい、選べるので自分のスタイルに乗れるんじゃないかなっていう形で、今回のミライースの外装編、この動画がいいなと思ったら高評価とグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。それでは次は内装編でお会いできたらと思います。じゃあね、バイバイ。